写真拡大。オリックス 6-6 ロッテ、オープン戦4日京セラドーム。オリックスの新外国人アダム・ジョーンズ外野手が4日に京セラドームで行われたロッテとのオープン戦で来日1号となるツーランを放った。メジャー通算282本塁打を誇る大物助っ人のアーチに米メディアも注目。 NBC スポーツは無観客試合で日本で初ホームランを放ったなどと伝えている。メジャー通算282本塁打、1939安打、そしてゴールドグラブ賞を4度受賞。メジャーのスター選手の NPB 初アーチに米メディアも色めき立った。 NBC スポーツはメジャーリーグでの素晴らしい14年間のキャリアの後、元オリオールズの外野手アダム・ジョーンズは初めて迎える日本の野球シーズンために準備していると紹介し、こう伝えている。ジョーンズは火曜日4日にオープン戦で初ホームランを放った。ただコロナウイルスのせいでファンは球場でそのホームランを見られなかった。新型コロナウイルス感染拡大を受け、その防止措置として無観客でオープン戦が行われている日本のプロ野球。NBC スポーツは日本の情勢も踏まえながら大物助っ人のオープン戦初アーチを伝えている。フルカウント編集部。